三原りっかと部活ダンス。三原りっかです。 TBS ラジオセンチュリー21プレゼンツ三原りっかと部活ダンス、今週もよろしくお願いします。この部活ダンスは私三原りっかが部活を頑張るすべての人を応援する応援団の団長として、さまざまな部活動を取り上げたり、部活に悩める人の相談に乗ったり、部活を頑張る人の背中を押していこうって番組です。今週の部活ダンスは、あの人も部活人、熱い部活時代を過ごしていた部活人を招いて、どのように部活動に取り組んでいたか、部活動で得たものが今にどう生きているのかをお伺いします。今日のゲストは先週に引き続き元ブランチリポーターでタレントの鈴木昭恵さんです。高校時代はチアリーディング部で全国5位になられています。先週のお話なんですけど、すごく私自身も共感する部分もあったり、これから初めてドラマに出演させていただくチア団でもすごくためになるお話をたくさんお聞きできたので、今週は昭恵さんのお仕事やこれからについてお伺いします。それでは三原りっかと部活ダンス、部活動開始です。改めましてよろしくお願いします。三原りっかです。それでは早速、先週に引き続きこの方と一緒にお送りしていきます。タレントで高校時代はチアリーディング部に青春を捧げた鈴木昭恵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2週にまたぎ、いや本当にお邪魔いたします。よろしくお願いします。では改めて鈴木昭恵さんのプロフィールをご紹介します。鈴木昭恵さんは1987年東京生まれ、高校卒業後2004年に芸能界デビューすると、 TBS テレビ王様のブランチに2007年から10年半にわたってレギュラー出演されました。買い物の達人のコーナーで赤いハッピーを着ている昭恵さんの姿、ご覧になったことがある方も多いのではないでしょうか。そんな鈴木昭恵さん、高校時代はチアリーディング部に所属。3年間チアに青春を捧げ、全国大会に出場した経験もあるそうです。今回はそのチアリーディング部の経験が現在の鈴木昭恵さんのお仕事にどう生きているのかをお伺いしたいと思います。はい。高校時代をチア一色だったっていうのを、先週お聞きしたんですけど、はいはい、なんかどうして芸能界に入ることになったんですか？確かにこんなにね、チェンジすることになるとは自分でも思ってなかったんですけど、高校の3年生の夏休みに、はい、グラビアでデビューしたんですけど、はい、卒業してからやらないかって話があって、うん、自分はもう進学するつもりだったんですね、うん、でどうしようかなって思った時に、はい、鈴木家会議を開きまして母親と父親と姉弟と、はい、でやっぱりこういったのは縁だから、人生の流れっていうのは縁が、とにかく縁で流れてるものがあるから、誰でもできる仕事じゃないし、まずは1年間やってみたら、迷うんだったらってこうちょっと両親に背中を押してもらって、じゃあ1年だけやってみよう、多分まあそんな続かないよねみたいなくらいの、最初はそのような感じで芸能界に足を踏み入れさせていただいたという感じですかね。なるほど。もともと興味はあったんですか？いや、興味、いや、まさか自分がっていうビジョンが全くなかったので、うん、あ、その驚きの連続というか、で、やってみたらやってみたらすごく楽しいし、やりがいがあって、うん、1年やって、ここでやめるの、まあな、それこそも部活魂が、うん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 、だったら3年やろう、うん、だったらもっとやろうっていうのになって、なるほどなるほど、どん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 なんか自分で極めていきたいなって思って、気づけば今に至るという、14年目に至るという感じですかね。そっか、もうそうなんですね。あっという間でしたね。で、私もこう芸能界に入ってまだ本当に 2,3 ヶ月とかなんですけど、はい、こうデビューしてすぐうまくいかないこととか、お仕事で、うんうん、こうなんかどうしたらいいか分かんないとか、壁にぶつかったエピソードとかってあったりしますか？うん、ありますね。最初私はそのヤングジャンプのグラビアって、うんうん、そこから始まったので、はい、人前でビキになるのも初めてだったんですよ、撮影が、うんうん、でもね、スクール水着しか着たことなくて、あ、でグラビアってやっぱりちょっとここだけの話、うんうんうん、いつまでもその同じようなビキニじゃいられないわけですよ。だんだん布がちっちゃくなってくっていう、やっぱそういう事情があるわけですよ。やっぱりその仕組みもやっぱりわかるし、でも私はこのちっちゃい布で将来義母にこの姿を見せられるのかと思って19歳くらいの時に、うん、それで、あ、ちょっと向いてないかもしれないなって思ったんですけど、うんうんうん、その時に事務所の社長さんが、はい、だったらお前テレビの方で頑張ってみないかって言ってくださって、それで王様のブランチのオーディションを受けたんですよね。あ、なるほど、はい、だから自分が壁にぶつかった時に誰かに、うんうんうん、もう本音で今の私はこう思ってますってことを
行ったからこそそのアドバイスをいただけたというか、うん、一人で悶々と悩んでなくてよかったなっていうのはすごく思いますね。ああ、なるほど、うん、いや、なんか先ほど勧められてブランチのオーディションも受けたってお話あったんですけど、はい、どうやって受かったというか、うん、アピールしたとかってありますか？ブランチのオーディションは結構厳しくてですね、オーディションの中でも食リポがあったりとか、あのカメラに向かってファッションのアピールをしてくださいとか、滑舌を見られたりとか、結構ね、いろんな審査があって、すごい。で、ブランチのオーディションを受ける前に、一回 BS ブランチっていうのが当時あって、そのオーディションを受けたんですね。はい、で、その時に、ブランチリポーターってこういう感じだろうなっていうイメージで、自分が受けちゃったんですよ。はい、そしたら見事に落ちまして、はい、でその半年後に TBS の王様のブランチ受けた時には、うんうんうん、はい、もうブランチリポーターに寄せずに、うんうんうん、私は私っていうのを置いてこようと思って、あ、自分じゃない自分で落ちても悔いしか残らないなっていうのがあったので、うんうん、なんか食リポの審査の時に、うんうん、これまでだったら多分なんかね、出前のそば食べたんですけど、うんうんうん、あ、美味しい、なんかこの腰がいいですねとか言ってたと思うんですけど、うんうん、それよりももう、あんまりその、リポーターっぽくせずに、うわー、伸びてますねーとか、思ったことを言ったんですよ。なるほど。そしたら、後に、審査員してくれてたディレクターさんたちが、ああいう風に言ったのは明けだけだったねって言って、なんだこいつはみたいな、育てがいがあるんじゃないかっていうので、投票してくれた人が多かったって、聞きました。すごい。うん、だから、それも、たまたまその審査員してくれたディレクターさんが気になってくれただけで、うん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 、それも、で、その人が審査にいなかったら多分落とされていたし、うん、そういうやっぱり出会いというか縁というかね、ありがたいなってすごく思いますね。買い物の達人のコーナーとか、はい、ゲストの方とのやりとりがすごいあると思うんですけど、うん、そもそもなんか子供時代から、はい、こう人と話すのが好きだったりとか、全然もう真逆で、人見知りのプロだったんですよ。リッカちゃんぐらいの時に、はい、学生から急に社会に飛び込んで、うんうんうん、大人しかいないから、そうですよね、初めましての他人のおじさんと何を話していいか全く分かんなくて、で常にマネージャーの後ろに隠れてるみたいなタイプだったんですけど、そうなんですね、すごい。でもそこからなんかコミュニケーション取る上でなんか意識してたこととかってあったりします？そうですね、やっぱり先週のチアの笑顔っていう、チアに大事なのは笑顔っていうのもつながるんですけど、うん、人ってやっぱりこう自分の鏡なので、自分がどうしようって怖がってると、うん、ゲストの人も全く心開いてくれなくて、全然話して盛り上がらないんですよ。本当もうおつやみたいなロケになっちゃって、それを何度も何度も、まずお前が変われってディレクターさんにすごく言われてて、だから緊張してても、そこを、まあ、緊張してるなっていうのはもう自分でもちゃんと分かりつつ、まずは笑顔で、どんな人にも。プラス、自分がこう、エンジンを自分でかけて、小林幸子さんにも、うんうんうん、自分の機嫌を自分で取れる子になりなさいって教えてもらったことがあるんですけど、すごい、自分で楽しいなって気持ちをどん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 増やしていくと、うんうん、楽しさがやっぱこう、ね、伝染していって、うんうん、楽しい感じの雰囲気に、あ、なれるんだってことを気づいてから、いや、人見知りなんでって話さないと、もうほんと盛り上がらないままお疲れしたーってなるから、それはすごくね、うん、自分の肌で感じたことというか、ディレクターさんにも教えてもらって勉強になったことですね。いや、すごい、本当に勉強になります、うん、あ、本当ですか。いや、もうよかったら私もコミュニケーションの本を出してまして、そうですよね、これ換気出版さんから誰とでも3分で打ち解けるほんの少しのコツっていう、いや、本当すごい、これはもう私の本当に失敗ばっかの経験から学んだことというか、うん、ゲストに来てくださった一流芸能人さんの言葉、心に響いた言葉とかもたくさん書いてるので、うん、リッカちゃんよかったら今日持って帰ってください。ありがとうございます。本当に嬉しいです。ちょっと忙しいと思うんですけど。はい。そして、今後のことなんですけど、はい、秋には出産を控えて、はい。ということなんですけど、こう夢は大家族の肝っ玉母ちゃんというインタビューを拝見したんですけど、それは今も変わらないですか、ね、そうですね。もう、いつか、夕方の特集とかで、大家族特集とかあるじゃないですか。に、特集されたいなっていう夢もちょっとありつつ、はい、やっぱたくさん、その、ね、ママって言われるよりも、母ちゃんって言われるような、なんか、母親になれたらなって、すごく思います。で、自分の母親がそうしてくれたように、仕事もバリバリやりつつ、家庭でも、盛り上げるみたいな、うん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 、そういう母親になりたいなって、すごく、今は思ってますね。あ、なるほど。うん、今、長くて、8ヶ月ぐらいですか、はい。そうですね。もうちょっとですね。もうちょっとだから、すごい楽しみですよね。頑張りますよ、まずは。頑張ってください、本当に。おめでとうございます。笑顔で行きもうと思います。
頑張ります。産む時も笑顔で頑張ります。素敵です。先週今週といろんなお話が聞けて本当に勉強になったし楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。鈴木明恵さんでした。チャレンジセンチュリー21ガール。この企画は私初代センチュリー21ガールの伊原立花が立派な不動産営業になるために様々なことにチャレンジしスキルを高めていこうという企画です。さて今回のチャレンジはお客様への接客チャレンジ。今回は赤ちゃんを抱っこした若い男性のお客様がいらっしゃいましたが、赤ちゃんが突然泣き出してしまいてんてこまい、そんな時立花ちゃんならどう対応しますかというお題です。そうですね、私なら小さい時にお母さんに歌ってもらってた子守歌じゃないですけど、こう泣いた時に歌ってもらってた歌を歌ってあげたいです。じゃあ歌います。キラキラ光るお空の星よ。はい、これで絶対もう寝ちゃうんで赤ちゃんは恥ずかしい。はい、私だったら歌を歌ってあげますね。それでダメだったら泣かないで泣かないでって言います頑張ってあやす。いや、何事にも一生懸命が大事だと思うので、どうにかしてあやします。私がセンチュリー21プレゼンツ、伊原立花と部活ダンス。先週に引き続き、今週も鈴木明恵さんにゲストに来ていただいたんですけど、本当にそう部活をずっとやられてきて、そういうのを踏まえて経験してるからこそ、これからのアドバイスじゃないですけど、いろいろためになるお話をたくさん聞かせていただいて、本当に勉強になったし、この誰とでも3分で打ち解けるほんの少しのコツ、鈴木明恵さんが出してる本なんですけど、なんかしっかりこれ読んで、何回も何回も読んで、私もああいう方になれたらいいなってすごく思いました。この番組では部活を頑張っているそこのあなたからのメールを待っています。メールアドレスはりっか @tbs.co.jp。 りっかの綴りは rikka です。そしてこの部活ダンスはスマホ、パソコンではラジコでお聞きいただけます。インターネットやスマホのアプリでラジコと検索してください。ということで、今週の応援団活動はここまで。皆さん、明日からも部活動頑張ってね。良い一週間が過ごせますように応援しています。この時間のお相手は伊原立花でした。また来週！